こんにちは。パワープロ。パワープロ。はい。はい。佐藤さん。私かなり成長してますから今。そうなんですか。はい。なんか毎日やってますね。毎日やりすぎて寝不足。うん、本当にもうガチャ引きすぎて本当にもう純粋に楽しい。でもかなりいいランクいってるんでしょ。いやちょっと今この画面見えますか。うん。これ始めて 2,3 ヶ月今。2,3 ヶ月ぐらいですね。うん。SS2 ランクまで行きました。うん、がすごいですか。分かる人には分かると思う。分かる人にはこの凄さが。分かると思います。分かるんですか。はい。分かりますよね皆さん。でもなパワーストーン67個。はい。結構引いて、うん、でも今日リーグ昇格したんでパワーストーン30個もらえて、うん、今67になったんで、うん、今日またガチャ1個引きます。お、いいっすね。何引こうかなって感じですね。はい。もう溜まったらすぐ引いちゃうんで、うん、溜まるまですごいもうもどかしいんですよ。あー溜まんない溜まんない溜まんないって。すぐ使っちゃうか。すぐ使っちゃうんです。俺はめっちゃ溜めるわ。いや。よく我慢できますね。うん。ここは違うっていう。もう溜まったらすぐ引いちゃうんですよ本当。はい、ということで、はい、今日はアスレティエス高校。アスレティエス高校。なんか、はい、マルチスポーツの高校らしいじゃん。うん、そうなんです。やったことあるんですか。あります。なので今出てると思うんですけど、うん、私の今最高得点が17,200点。うん。なので、まあ、今日これを超えたいですね。そうだね。はい、超えなきゃ罰ゲームだね。なんですぐ罰ゲームになるんですかね。ん、なんですぐ罰ゲームっていう発想になっちゃうんですかね。逆にそれ以外の発想がない。残念だったねでいいじゃないですか。いや罰ゲームね。いいですよ別に。いいですよ今日頑張るんで、うん、はい、罰ゲームあります。はい、やった17,200点ね、はい、超えなきゃ罰ゲームね。はい、いや意外と出してるんですよねこれ、うん、1万点は超えたいなと思ってるんで、うん、はい、もう言い訳はいいんですよ。まあ、頑張りますよ、うん、超えたらいい、超えたらいい話、うん、超えたらいい、簡単簡単、はい、罰ゲーム何か教えてくれないんですか。それは教えない。はい、今、はい、分かりました、うん、終わった。すぐできるやつだから。はい、変顔とかにしてください。まあそれではない、はい、そうです、はい、さあやりましょうやりましょう。はい、やっていきましょう。で多分これ見てる方アスレティエス高校多分、うん、まあ、知ってるって方もね、うん、多いと思うので、うん、はい、かっこいいですよね。いっぱい競技の人いたね。はい、じゃあ名前何にしましょうか、うん、名前、はい、じゃあもう変顔でいいんじゃない。やめてくれ。かっこいい選手できなそうじゃないですか。今日外野手作りたいんですよ。外野手ね、二郎でいいんじゃない。二郎、うん、何の二郎ですか。一郎の、ああ、じゃあ二郎にしますか、うん、二郎って三郎みたいじゃないですか。三郎いるからね、はい、一郎、うん、だから二郎。あ、私結構左打ちの方が、打ちやすいんですよゲームだと。そうなの、まあ、右ピッチャー多いからかもしれないですけど、うんうん、左なり左打ちにしよう、うんうん、見てください、うん、もうめっちゃ頑張って揃えましたデッキ。SR もう全部 SR で、うん、アスレティス高校のキャラクターももうめっちゃ頑張って揃えました。ウェイトレスリング陸上フェンシング、はい、オールマイティ。でこの戸内聖香ちゃんっていう彼女キャラがめちゃくちゃ有能なんですよ、うん、招き猫いきます。いっぱいあるね相手。ももういっぱい溜まってますよ、ね、うん、トップアスリート輩出だよ。アスレティエス高校いい学校だね。そうです、最高のコーチ陣で育成環境はバッチリ、うん、ここなら甲子園優勝、そしてプロ野球選手になれること間違いなしだと思ってたんだけど、野球以外にも20種の競技が必須科目。必須科目やばいね。そうなんですよ。他校の野球部は野球一筋なのにって、これじゃ野球に集中できないでやんす。それでも俺は諦めない、絶対に甲子園に行くんだ。さあじゃあやっていきましょう。お、聖香ちゃんだ。あの人すごいね、目代金蔵すごいね、はい、校長か。校長です、うん。さあ、じゃあやっていきます。じゃあリフター君についてるので、リフター君、まあでも完全にもう聖香ちゃんを追いかけていくんで、いないで、これ私ネモさんの動画見て勉強したんですけど、うん、競技なんかサッカーとスポーツクライミングとスケートボードを早く金のメダルにした方がいいらしいんですよ、だからじゃあサッカーから行こうかな。コツもついてないしな。あ、スケートボード銅メダル、銅のメダルゲットできる。
じゃあいいんじゃない、これに行こう。さあで、なんか競技入れ替えっていうのができるんですよ。ほう、1ヶ月に1回、うんうん、大体彼女にしたい人休みがちだからね。そうなんですよ。だから早くサッカーボールを金にしないといけないんですよ、うん、じゃあサッカー踏んどこう。トマトはどうのメダル。さて、でもこれで入れ替えがもうできるので、え、ね、せいかちゃん1回も来ないんですけど。バイトちゃん、バイト行ってんのかな。すごい考えないといけないんですよこれ。あ、じゃあ分かった、この辺とサッカー入れ替えてみようかな。サッカーとバド入れ替えてみます。間違えた。するとほらサッカー銀のメダル取れる。どうしよう。よしよし。お、せいかちゃん、あ、せいかちゃんいた。いた。彼女作りたいですもんね。タクちゃん、いやでも彼女じゃないですか。できるの。できます、できます。じゃあいいんじゃない。できます、うん、せいかちゃん、せいかちゃん、ランボー発動だよ。光ってるよ。あ、タグ来てますね、うん、お、これ難しいのが、うん、すごい考えないといけないね。競技確認で卓球は技術付与がレベル5、うん、で消費体力プラス 40% でタッグになると全部取れるんですよ、この後ろの夏が、うん、でいいじゃん。そうなんですよ、これこのすごいんですよ、これ。せいかちゃんが全然いない、うん、普通に休んじゃいますか、一回こう何もないうちに。何もない時は休むと、うん。あ、もう4週だ、競技入れ替えしないと、うん、あ、せいかちゃんがいる、うん、じゃあ銀のメダルまで一気にいくね。いきますね。ただせいかちゃんが来る率を上げたいので、うん、これと、うん、これをラグビー、はい、入れ替えたら、うん、多分ほらサッカー金のメダルになるんですよ。よしよし。さてそしたらここいっぱい人がいるんで、うん、射撃、射撃行きましょうか、うん、ただ射撃は精神疲労に、はい、銀のメダルになった、はい、全然せいかちゃん今日来ないじゃん。それがパワプロの難しさよ。そうなんですよ、うん、毎回一緒じゃないっていう、うん、やっぱあれじゃない、せいかちゃんマカマラさんの罰ゲームが見てんじゃない。そういうこと。せいかちゃんもうこれどこ行けばいいか本当迷いますね、うん、これにしよう。レスリング、はい、よし来い。あ、いた、いた、いた。ここ、あ、こっちタッグ、あ、こっちタッグだけど、でもまずはじゃあちょっとここにあげたい競技を持ってこよう、うんうん、ここにこれを入れ替えよう、うん、そしたらほら、金のメダルになります。よしよしよし、ああゲット。お、お、いるじゃん。います。怪我率11、いけるっしょ。11はいけますね、うん、いけるっしょ。ここはいっとこなんじゃ、いっときます。あ、しかもレスリングともえちゃんと合ってるだけですね。おうおうおう、じゃあいっとこう、うん、いけ、よしよし。セクション1、いや、お、セクション1で1700点出てるの結構いいと思います。いいの、はい、結構いいですよね。残念。さてさて、あ、せいかちゃんがいる。3パーだからいけんじゃない。すごい、入れ替えるのが4週目まで1ヶ月に1回なので、うん、いつ入れ替えようかって悩むんですよ。今じゃない、今あげたい競技入れ替えましょうか、うん、これとこれを入れ替える。お、いいんじゃないですか、うん、いいんじゃない。一気に、一気に金のメダルが取れる。ほら、よっしゃ、ほら、いいですね、いいね、いい感じ、いい感じ。あ、残念、すごい パスしちゃって今。ありがとうございます。あ、バー使う時じゃない今。使います。バー使ったら体力回復するでしょ。はい、2個しかないんですよ。いや、ここ使い時でしょ。いや、ちょっとこれ彼女できなくなるよ。いたじゃん、だっていました。まあでもせいかちゃん行きたいし、使っちゃいます。セクション2で
使っちゃうよ。彼女も作りたいんでしょ。はい。じゃあもう、じゃあ休めば。うわこの葛藤ですよ。いや、じゃあ2個あるから今使っちゃおう。よし、回復した。ほい。これどこ行くか迷いますね。こうこうこう。うわ、これどっち優先させたらいいんですかね。でも、結構経験者がタッグがいいって言ってたんですよね。うんうん、じゃあやりなさいよ、テニスに。タッグでいいですか。よいしょ。やっちゃいなさいよ。じゃあやっちゃいました、うん、すいません、まだ自分で判断できなくて。お、光ってる。いない、せいかちゃん。そんなもんだよね。はい。いない。じゃあもうこれ、でもあれちゃん、休めばいいんちゃう。 17% だ。あ、でもこのメンタルでいいかも。こっちで体力回復しよう。いた、せいかちゃん。よっしゃ、もうこれで彼女になるって私は信じてますよ。これでなんないと思うね。いや、楽しいひととき過ごしただけだった。ラストチャンス。いるまだ。今回じゃあせいかちゃん、あー、こっちのタックもすごいけど、せいかちゃんだな。これでいいや。びっくりしまーす。いない。やっぱあそこで行かなく、あそこで行ってたら行ってたね。かもしれない。100%かもしれないですね。 100% なんて言い切れないですもん。言い切れます。いた、せいかちゃん。あ、ここでじゃあ入れ替えればいいですね、まあ、うん、筋力のこれとバドミントン入れ替えてみます。よし、銀のメダル。また楽しいひととき過ごしただけです。やっぱあそこで一回練習行かなかったから嫌われてんじゃない。そんなことあります。私より違う練習を選んだって。私より野球の方が大事なんでしょみたいな。甲子園より女だって言ってやめていく選手もいる。いや、やめないんで。ああ、そうだね。はい、わかんないよ、サボり見せつくかも。で、ここもネモさんに教えてもらいましたね、うん、何を選ぶかっていう。体力あるんで野球が上手くない。あ、彼女いないからモテモテにすればよかったのか。うん、そうだね。だからもうあれでしょ、もう彼女いらないんだもんね。あ、ミスった。まあいいや、大丈夫、まだ挽回できるんで。まあこれでバレンタインの一人かな。いやいやいや、2月までにせいかちゃんともういい感じになるんで。大凶だって、うん、ほら大凶。じゃあもうこれいきましょう。せいかちゃんいない。あ、じゃあちょっとここメンタル踏んどこ。お、光ってるよ。次、せいかちゃんまたいない。そんなことあります。あ、ここ技術すごい。でも技術だけめっちゃ上がっちゃいますね。ウェイトリフティングにしようかな。じゃあこれをウェイトリフティング。あ、でもそんなに増えないですね。変わんない。まあまあ、せいかちゃんいない。精神ぐらいにしとくか。うん、もうこれでいいや。ミンミンあげとく。はい、あげときましょう。せいかちゃん、はい、セクション2。はい。あー、でも3600。そうか、まあまあまあって感じですね。まあまあですか。まあまあですね。彼女できてないもん。いや、大丈夫ですか、バレンタインまでに。ちょっとまずいですね、うん、怒ってるからね。うん、あれ、ちょっと黄色信号。ちょっと黄色信号ですね。まあまあいいんですよ、いいんですよ、はい、ね。まあ、そうです、これは私の成長期なんで。そうそう、ただ罰ゲームするだけですから、はい、いいんですよ、いいんですよ。何罰ゲームって、やだ、はい、1万点絶対超えますから、はい、次で、はい、来週の罰ゲーム、はい、期待してください。やだ。